そういったことで突然始まりました雑なビームシステム実況お姉ちゃんヒーローのレミリアさんです。多分単発で終わるんでこんくらい雑でええやろ。妹のフランドールです。字幕をもっくそゲーム画面に被ってますけどビームシステム全然理解してねえなこいつ。そもそもビームシステムってキャラ一人でやるもんじゃね。ツッコミいないと編集できないんで今回も姉妹でニコイチ二人はプリキュアシステムでいきます。初めて聞くシステムですね。私も今考えて今始めていました。なるほど不敬な。クソ焦るよ。そういったことでこのゲーム実況前にがっつり6時間弱やってしまいましたんで新しいセーブ枠の方でチュートリアルから初見の体で実況していきます。なかなかできないよねそんなこと。でもわしどうしても実況したかったからねこのゲーム。わかるわかる。このゲームめちゃめちゃ面白いんで単発で2回だけ実況して終わらしたいと思っちゃったんだよね。わかるわかる。ずっとストーリー始まってるんでキュア妹静かにして。プリキュア設定まだ大事にするんだねー。要するに記憶なくした主人公がループゲーしてボス的なやつ倒して記憶と平和取り戻すお話。この兜被ってる勇者が主人公であるキュアお姉ちゃんやね。すんません、キュアお姉ちゃんってなんすか？わかんないです。とりま主人公のワシキュアが頭痛が痛いけど頑張って一本道ルートを自動的に周回プレイするみたいですよ、偉い。ちなみにこのゲームスチームで販売してるループヒーローって今話題沸騰中の新作インディーゲーです。このタイミングでその基本情報へ勇気。勇気とは怖さを知ること。波紋砲の呼吸は勇気の産物。人間参加は勇気の参加。勇気ユーナは勇者である。あとキュアユーナがスライム的な敵と遭遇したの。キュアユーナって誰です？わしゆゆゆにわかなんでわかんない。本当にクソ実況者だと思ってください。勇者は基本勝手に移動して勝手に敵と戦ってくゲームですんでわしらは見ているだけしかできないです。プリキュア頑張え。そんなことよりスライム倒したらなんか武器とカードゲットできましたよ。言った風な口聞いてんじゃねえぞ。申し訳ございません。もう二度としませんので許してください。許す。こいつちょっと。拾ったアイテムはわしが管理しますんでお年玉は全部お母さん銀行に預けとこうね。引き落としできない銀行は銀行とは言わない。とりあえず杖装備拾ったら即勇者に装着させて、こっちのカードはマップ上にセットするのがこのゲームの基本。カードにはヒーローの通り道に配置して敵を出現させるもの、空いてる場所に並べて効果を発揮するものがありますね。この小立ちカードは通り道に置くことで、2日ごとにラットウルフって敵が発生するカード。カードの性能は画面右下に表示されるんで要チェック。ちなみに勇者のオートプレイは右クリックでいつでも一時停止可能。カード配置や装備入れ替えは、時間止めてじっくり考えられるんでご安心を。こいつがラットウルフか。危なかったなじいちゃん。さあ、ローソンにファミチキ買いに戻ろうぜ。じいちゃんどこにおるん？ファミチキはファミリーマートでお買い求めください。アメリカンドッグください。わかんねえガキがアメリカンドッグとか10年早いんだよ。ちょっとわしにはまだアメリカンドッグ早かったかな。そんなことないよ。ゲーム実況してください。さっきファミチキ倒したらロングソード的な長いソードゲットしたんで早速装備。装備を付け替えるとそれまで装備していた武器や防具はロストしてまうんで、そこだけは注意。ツッコめやんでこっちの森カードと岩カードは、マップに置くことでヒーローにいろんなプラス効果が出るプラス効果出るカードです。プラス効果出るしか伝わらない。プラス効果出るしか伝えることないからね。森をマップの空いてるとこに置くと攻撃速度が、岩を置くと HP がプラスされるんで、すごいいいカードですね。すごいいいカードだよね。語彙力。フランさん発信の語彙力だよ。あとこういうアビリティがプラスされる系のカードを置くと、資源ももらえるんでお得です。ゲットした資源は、右上のカバンアイコンをクリックするとわかります。で、一周すると、スタート地点のキャンプに戻ってきます。キャンプに戻ると HP が多少回復したり、レベルが上がって強い装備ドロップするようになります。すげえじゃん。ただ遭遇する敵もヒーローのレベルと同じになるんで、それなりの装備がないとだんだん辛くなっていきます。すげえじゃん。ほんで勇者は戦闘中以外は、いつでもこのループゲーを終了して、キャンプに帰ることができちゃうのです。いや、ボス倒さなくて帰っちゃっていいの？最終的にはボスを倒すのが目標ですが、途中帰宅することでゲットした資材をキャンプに持ち帰ることが可能。キャンプに帰るには右下の帰るボタンを押せば OK です。おリソースすべて持って帰れるって出ましたね。キャンプやキャンプの隣のマスから帰ると、ゲットした素材をすべてお持ち帰り可能。道中から帰還した時や、敵に倒された場合は、ゲットしたリソースの 30% しか持ち帰れないんで注意っすね。で、キャンプに帰ってきたんすけど、こっからどうするん？実はこのゲーム、キャンプを拡張するって威迫すら要素もあるんすよ。画面右の建設ボタンから、キャンプにいろんな施設を増設可能。各種施設の建設には、
さっきのループゲーでゲットしたリソースが必要っていうことです。各種施設を建設、強化すると、冒険に有利なシステムがいろいろ追加されてくシステムは絶対。なるほど、ループゲーで素材集めて、キャンプを大きくすることでループゲーが有利に進められるようになるって相乗効果なんすね。とりまいっちゃん最初の施設である焚き火を建設。これでループゲージ、一周してキャンプに戻ってきた時にヒーローの体力が 20% 回復するようになりましたね。なるほど、完全に理解した。言うて裏でもう6時間このゲームやってますからね。つうことでチュートリアルも終わったなんで、こっから本格的にループヒーローの毎日ループ生活が始まるのだぞ、レッツループ。ところで基本的な質問なんすけど、ボスってどうやったら出てくるんです？ボスを出現させるには、画面左上のボスゲージを満タンにする必要があります。マップ上に各種カードを配置していくことでボスゲージは溜まっていき、ゲージが満タンになると、スタート地点のキャンプにボスが出現しますんで、そいつを倒せばクリアー。オッケー、ほんならトリマガンガン敵倒してガンガンカード拾って、ガンガンカード配置してボス呼べばええんやね。通回ガンガン更新曲。カード設置してない道でもスライムが湧いてくるんで、序盤はこいつら倒して装備やカードをゲット。解説より突っ込み優先してください。あとその前に自動ポーズ設定確認しときます。画面右上の歯車ボタンからメニューが開けるんで、そこからオプションメニューで自動ポーズの設定変更が可能。本ポーズの項目は全部チェック入れといた方がプレイしやすいかな。手動でポーズするのが面倒だし、装備やカードの設置忘れもありますんで。ズンダモンダでループ2周目突入で、ズンダ持ちやったら山と岩のカードゲットだで。東北は修羅の国はっきりわかんだね。おほう、なんかいっぱい資源出た。山と岩のカードは、3×3 の9マス並べると山頂ってでっかい山になって、ヒーローの HP 上限がさらに増えたり、リソースももらえたりとかなりお得。ただし山頂は一つしかできないんで注意。さらにズンダズンダしてゆくと。ズンダ最強、ズンダ最強。あれ？なんか見たことねえオブジェが勝手に出てきたんすけど。あれはゴブリンの巣ですね。ゴブリンのキャンプは岩と山を合計10個並べると、勝手に出てくる敵出現オブジェ。お、なんやなんや、ゴブリンごときがこのわしに盾つこうってのか。ただこのゲームのゴブリンはそこそこ強いんで、増えすぎると意外に面倒な相手。こいつらなかなかに強いな。放っておくと1日1体のペースでどんどん湧いてくるし、岩や山のカードは結構並べるんで、終盤になると増えすぎたゴブリンのせいで死ぬことも普通にある。ちなみに日にちの経過は、左上の太陽ゲージが満タンになれば1日経過。つうことで後々面倒になりそうなゴブリンのキャンプは早めに消しとこ。この忘却カードは、1マス分の施設や敵を消すことができるめちゃめちゃ便利なカード。やっぱ敵が増えすぎるとヒーローがキリーくなってくるんで、忘却カードで敵施設を消すのも大事よね。うわ、なんやこの鳥人間コンテスト。コンテストではないですけど、このハーピーは山頂から出てくるモンスターですね。山頂にはこのハーピーが湧くっていうデメリットもあるんやね。まあハーピーはそこまで湧く数も多くないですし、山頂による HP 上限増加のメリットが大きいんで、こいつは倒してけばOKです。この鳥野郎お前もカーネルサンダースにしてやんよ、白のスーツ着て待っとけ。なんでチキンじゃなくておっさんの方にしようとするん？創業者も勇者の前ではなすすべなし、これからは国内産ハーブ鶏を11種のハーブとスパイスで味付けして高温加圧製法でフライドしていくんやで。ゲーム実況の皮をかぶった KFC のステマ動画。サンダースを倒した後はなんと我々と同族のヴァンパイアもモンスとして登場、顔色悪そうなおっさんですね。ちなみにヴァンパイアはヴァンパイアの屋敷ってカードを設置すると出現。ただこのおっさんは英邦のヴァンパイアみたいです、顔こっぱ。ただし吸血衝動には抗えない模様。これはどちらが月姫リメイクのヒロインか話の決着をつけなければならない模様。東方キャラとおっさんキャラどちらも片付きファンに需要ない説。お前も殺菌にしてやろうか。殺菌ルートなど存在しない。カレー先輩最強、カレー先輩最強。それカレー先生の方です。パクリじゃないです、オマージュです。ともかく序盤は危なげなく進んで、勇者もすくすく育成。このゲーム、自動周回するヒーローをいかにうまく育てるかって絶対ゲーな炎症。強い敵多すぎると勇者死ぬるし、敵が少なすぎてもいい装備ドロップしないんで、強くならないんよね。こんなことよりお姉様、そろそろボスゲージが満タンなりますよ。おお、あれがボスか。カードを配置していってボスゲージが満タンになると、このようにスタート地点のキャンプにボスが出現。侵入者って書いてありますね。はじめのボスはリッチって骸骨で、出現位置の周りに宮殿を建てて登場。この8つの宮殿があるとすげえ強いんで、多分お姉様死にます。むしろパート2に繋げるために1回ボス
ボスで死ぬ前提でプレイしてたやろ、捨てゲーやめてください。簡単にクリアされたら悔しいじゃないですか。いやならやめてもいいんじゃぞ。つかこれ、ボスのいるキャンプ行くまで結構長いんすけど体力減った状態でボス戦始まるやん。まあそうっすね。あーもしかして、ボス戦始まる前に体力全回復するシステムとかある？ないです。じゃあもうマジで死ぬるぜ。先言っときます、ボスで死にます。でもここでボスと戦わないで帰った方が資源全部持ち帰れるしお得じゃない？もういいから早ボス戦始めましょう。わかりました。ボスとは万全の状態で戦いたいんで、キャンプ手前の道では敵の数少なくしとくとかの戦略も大事っすね。このゲーム分かってんなら実践してくれ、戦うのはしやぞ。まあ今回は雰囲気だけ伝わればいい実況ですんで、ボス攻略は次回やる予定です。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。戦闘前に締めに入るのやめろ。ともかくこの骨野郎のせいで主人公が記憶をなくして、このループ生活に囚われてしもたらしいですね。マジかよ、主人公大変だな。主人公お姉様の手で実況お願いします。この骨野郎がよくもわしをこんな目に遭わしてくれましたね、許せません。感情移入が真っ赤。だがワンちゃんわしがここでこのリッチ倒してしまっても構わんのや。あーこれ無理だわ、火力違いすぎるやろ、どうあがいても無理ゲーやろ。火力4倍くらい差がある、誰がどうひいき目に見ても無理ゲーとわかるそれ。言うて何の知識もなく初見で戦うとこうなりますから。ただ安心してほしい、このゲーム一種の死にゲーとも言えますんで、何度もボス戦を経験して攻略法を探すのも醍醐味ですんで。後で息で攻略法を調べときます。人の話を聞け。ともかくヒーローが倒れても、それまでゲットしたリソースの 30% は拠点となるキャンプに持って帰れますんで。先にリソース貯めまくって拠点を拡張しまくって、超有利な環境でゴリ押しでボス倒すって戦法ももちろん有効。プレイスタイルが割と自由なのもこのゲームの特徴。つうことで次回はこっちの6時間プレイしたデータの方でボスのリッチを倒す予定です。初めっからこっちのデータでやらせろ。物事には順序ってもんがあるんです。つうことで後編に続く。